ここにある教訓、あなたは分かりますか？ロンドンですごく話題になってるこちらのレストラン、すごい綺麗な、綺麗、あーかわいい、素敵、めちゃめちゃ生えてるでしょ。おー生えてるの話題なんですよね。行ってきました。おーおーいいね。はい、残念なことに、見た目だけで、マジでめっちゃディスってるけど、ウェルカムトゥープラネットオブフード MC のマメスケです。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、今回のテーマはこちらです。目にも美しいフォトジェミシー、イエーイ。今回はですね、まあインスタ映えっていう言葉もあるんですが、自分で作った料理、あるいはですね、外食で味わった見栄えのいい料理などフォトジェニックな料理をご紹介ください。まずはあゆみさん、あなたの目にも美しいフォトジェ飯教えてください。ロンドンですごく話題になってるこちらのレストラン、すごい綺麗な、綺麗、あーかわいい、素敵、めちゃめちゃ生えてるでしょ。うん、生えてる。の話題なんですよね。行ってきました。おーおーいいね。はい、残念なことに、見た目だけで、マジでめっちゃディスってるけど、ものすごい途中まで宣伝してたんだけどねダメなんじゃないそう、インスタで見つけてね、みんな絶賛してるわけですよ。だからこれはぜひ行ってみないとと思って。見た目はいいですよね。まあ行ってみないとわからないっていうね。日本人が経営してるレストランですか？みたいですよ。すごい大きい建物で、1階が、ショップになってて、いろいろ展示があってね、伝統品とか、素晴らしいコンセプトなんですけど、味がねちなみにこれ、このランチで日本円でどれぐらいなんですか？これで日本円でね、6000円ぐらい。高いね。でそっから多分ね、2000円引きとかやったんかな、それぐらい引きで。まあ、それぐらいならまあね、それでもね、高いでしょ。聞いても高いでしょ。アイディアとしていただく分にはありだね。ああやってなんか、そうですね、まあ、どこで売ってんだっていう問題があるんだけど、それこそでもあゆみさんの旦那さんとかね、ああいう日曜大工とか得意な方だったら簡単に作れちゃいそうな気持ちも、作れそう。そうかも。ね、そうかも、そうかも。ですよね。ちょっとこんなん出てきたらね、テンション上がります。おお。上がった。テンション最初だけ。そうだ。あでもこれ洗ったりするのも大変なのか、きっと小皿の方か、ね、小皿に入ってるんですよ。そうそう、ちっちゃい小皿に入って、その木の、なんていうのかな、器に入ってる。確かにそういうなんか洗ったりするのを考えるとちょっと面倒くさそうな感は ありますね。なるほど。まあでも面白いな。わかりました。他にあゆみさん、何かフォトジェ飯ありますか？ラムチョップを塊のまま見つけて、それをちょっと作ってみたんですよ。ちょっと見たいな。ええ音でしょ。わあ。これはやばいな。いやーやばい、めっちゃうまそう。美味しそうね。ね、ミシェルさん目つぶっててもいいですよ。はい。ミシェルさん、ラムチョップあまりもう関係ないって感じですか？まあまあでも見たらなんかすごいと思って。ね、こちら家なんですか？お家で作りました。ですね。すごいですね。高いんですか？あの状態で売ってるってことですもんね、きっとね。いや、たまたまね、スーパーで
売ってて、いつも売ってないんですけど、安かったんですよ、1500円ぐらい。そうなんだ。もうめっちゃうまそうだもんな、あれ。味付けはね、焼くときは塩コショウとあとローズマリーで、やって、でその後赤ワインソースを、はい、いただきました。また彩りも素敵だな。うわ、めっちゃうまそうだな。美味しかった、これ。これは美味しいよね。ああ、いいね。なんか落ち着くね。お子さんの表情で落ち着くな。うん、美味しそうだな。僕が証明ですみたいな感じで、美味しいよ、つってるな。これはいいな。羨ましいな。ああ、いいですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。続いて他に何かフォトジメシございますか？アクアパッツァ。もどき。あの魚介類使って。うん。出たー、鍋。これはね、ポルトガルの、なんかおかゆみたいな料理があって、ちょっと名前忘れたんですけど、それとアクアパッツァをちょっと合わせたみたいな感じ。ちょっとお米がある感じ。うわー、めっちゃうまそう。美味しそうね。美味しそう。これ美味しかった。ね、木目調のこの取っ手の鍋とまたおしゃれだな、ね。ワインとあってね、美味しかった。これはミシェルさんはどういう目で複雑な気持ちで。それ、これは。いや、それイタリア人。それイタリアの料理ですね。そうね、アクアパッツァはそうやね。アクアパッツァってイタリアの料理なんですか？はいはい。なんかスペインとかそっちなのかと思ったら、そうでもないんだ。ね、ひろこさん、いかがでした今の？うん、すごい美味しそう。色といいさ、お魚がドンって、ね。テンション上がるし、あの鍋のままっていうのが、なんかフォトジェニックな感じですね。はい。まな板ドーン、鍋ドーンみたいな。ですよね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、では続いてミシェルさん、あなたのフォトジェ飯教えてください。はい、最初はパンケーキです。うん、好きだね、パンケーキ。女子好きなやつ来ましたね。なんで女子だっけ。いやいや、男子のパンケーキ好きあんま聞いたことないけど、うん、イタリアにみんな男も結構甘いもの大好きですよ。はいはい、文化だから。はい、文化だから。すごい甘党ですね。こっちもみんな甘党。パンケーキ、はい、だって少なくとも日本の男パンケーキ屋に行列するほど並ばないけどね。並んでるのは人が並んでるイメージだけど。そうですね、日本には。日本はね、そんな感じ。はいはいはい。じゃないんだ。イタリア人の男子は並んでるってね。特集組まれたら並びますよ、多分日本人。動画も撮りましたが、こちら、レストランなんですけれども、ビルスというレストランです。なんか。はいはい。インスタで載せてる。うまそうだな。うまそうだな、これ。ねえ、上に乗ってるのバター。そうですね、バターですね。バター、はい。こちらビーガンじゃないから、食べてからちょっと気分が悪くなってきたけど美味しかったです。そういうもんなの。はい、体質的にやっぱりなんかビーガンじゃないものを食べるとちょっと調子悪くなっちゃうってこと？ビーガンの生活慣れてきて、動物の性 の、 バターと牛乳とか食べたらちょっと調子悪い。そうですね。ってことはさ、それ知らないで食べてもやっぱ分かるってことですよね。はいはいはい、すぐ分かります。なんだ、もう体質的なものなんだ。はい、なんかね、宗教的な決まりでね、ハラル料理みたいになったら、なんかとりあえず豚肉は避けてみたいなのも、いざ食べたら平気だよねってなんかすごく思っちゃうんだけど、西田さん的には本当に動物性のものを取っちゃうとダメなんだね。
そうなんですが、まあ、肉とか 100% 食べれないんですけれども、あの味もダメです。あのかわいそうで、もう泣きます。でも、肉以外はあのまだ食べても大丈夫です。あ、魚介類とかってこと？そんな厳しくないんですが、肉だけ、肉はやっぱちょっとダメですね。はい。ビーガンじゃないパンケーキです。友達さ、忘れてて、もう作ってて、あ、じゃあ、いいよ。でも一応食べちゃったら、食べちゃって。あの日にちょっと5時間ぐらいこんな感じしてた。なんかパンケーキ食べるのに命がけみたいなことになっちゃうの。なかなか大変だね、それも。大変ですね。でもちょっとミシェルさん的にはちょっとテンション上がっちゃうのね、パンケーキ。まあでも自分であれ、ビーガンのやつ作れるので。うん。質問です。なんかさっき蜂蜜酢みたいなのかかってたけど、蜂蜜はアウトなんですか、セーフなんですか、ビーガン的には。ビーガン的にはアウトなんですけれども、アウトなの？こちらは、はいはい、メープルシロップでした。ああ、いや、わかんないんだけど、蜂蜜って蜂が取ってきてるけど、それは花の蜜だから植物なん由来なんじゃないのっていう気もすごいするんだけど、だからそれはビーガンじゃない、まあ、ビーガンなんじゃないのって思うんだけど、ダメなんだ。そうですね。アウトなの？それは B の、なんていう、唾液ではないけどね。うん、いや、若干ね、うん、関わってるやつもダメなのね。その辺のなんかさじ加減がよくわからない。動物守るためにダメです。あ、いや、でも蜂そのものを殺してるわけではないじゃん。あ、ドキュメンタリー見てください。そうなの？なんか蜂いっぱい殺しちゃってんの？殺してないんですけれども、あれ蜂過酷なことやらせてるみたいなこと？死んじゃいます。あ、自分で死んじゃいます。ああ、なるほど。働かせすぎっていうこと？はい。うん、まあ、あれ、なんか大丈夫なあのやり方もあるんですけれども、やってる人が少ないから、はい、はい。じゃあ、体質とはまた別個の生き物としての問題があるわけね。命あるもの、はい、の考え方で。はいはい。では、はい、ミシェルさん、他に何か、フォトジェメシございますか？次はあのツーフードの甘いものとドーナツのハンバーガーみたいのやつがあって。ツーフードってのはお店の名前ですか？はい、そうです。全部ビーガンなんで、あのファストフードのフランチャイズです。でも全部ビーガンです。全部ビーガン専門のファストフードでドーナツを売ってるんだ。はい、そうです。いろんな料理やるんですけれども、あのドーナツも、ビーガンもでも何でもかんでもあるんだな。うわ、もう、うわ、お腹いっぱいになるな。うわー、すごい。美味しかったですね。あ、美味しかった。ヒロコさんが固まってるんだけど、大丈夫ですか、ヒロコさん。すごい、なんかこれがビーガンじゃなかったら、うん、すっごいカロリーだなと思って。あ、まあビーガンでもカロリー高いですよ。高いよね。これは高いですよ。でも全然ビーガンに見えないところが。うん、見えないですよね。ね、むしろビーガンかどうか、俺はもう疑って見てるけどな、これはビーガン。あゆみさん、いかがだった？いや、甘そう。甘いか。あ、こっちは何ですか、これ。バーガーチックのやつ。これもツーフードの商品なんですか、これは。はい、そうです。こちら、フライドドーナツ のパンと中にあれビーガン、あのソイミートの唐揚げとソースもビーガンです。マヨネーズで
作ってる。なんかチキンとかに見えるけど豆なのね。バンズっていうよりドーナツが乗っかってるんだこれ。はい、フライドのドーナツです。甘いの？高カロリーだ。いえ、ハンバーガーみたいです。ね、なんかちょっと甘そうな、ね、顔つきはしてますよね。確かに。おなんかわいい。なんかいかにもやっぱインスタ映え狙ってる感が漂いますな、これは。かわいいかわいい。てかこれ全部ビーガンなんだ。これさ、オムレツっぽいのもあるけど、これもビーガンのやつだ。はい、そうです。卵じゃないよね、これは。そう、卵じゃないやつがある。はい、卵っぽいけど、卵じゃない。限りの卵っぽいんだろうね、きっとね。何なんやろう、卵じゃなくて、これは何なの？こちらはわからないんですけれども、いろんな作り方あるので。なんかあるんですよね。すごいね。はい、ビーガンでここまでできるって感心。すごいね。全然言われなきゃ分かんないですよね。分かんない。美味しいんやとかっていうのは気にしたけど。うん、ああ、そうね。ほら、大人の意見出ちゃいましたよ、今。大人の意見。美味しいのかなっていう。美味しいんですよね、みちえさん。うん、美味しいですよ。はい。美味しいんですって、あゆみさん。納得してください、それで。信じる。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他にミシェルさん何かございますか？はい、次は、ビーガンラーメンです。何でもありますよ、ひろこさん。ドーナツだけじゃないですよ、もう。ラーメンもありますよ。なんか不思議なビーガン特集になってる。ビーガンってどうなんだろうでしょ。ああ、確かになんかすごいな。ラディッシュ？ラディッシュ？ねえ、はい、これはちょっと海外のラーメンみたいな。ねえ、そうですね。はいはい。え、これ日本ですか？確かに。日本ですよ。はい、東京。もうこれはもうビーガン 100% ってことは、ラーメンのつゆもビーガンなんだ。はい。でしょうね。出汁からビーガンでしょうね。はい。はいはいはい。まあ、いろんな作り方あるので。多分一番美味しいのは豆乳も入れてるやつなんですけれども、こちらじゃなくてクリーミーな、はい、豆腐チックなね。はいはい。え、これなんていうお店ですか？お店の名前は。アフリです。はい、アフリ、はい、あれ普通のラーメンも出してる？普通の、はいはい。でもこちら多分六本木の方が、はい、はい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 。アフリのラーメンって聞いたら俺もちょっと見る目が今若干変わりましたね。はい、すごい美味しいラーメン屋さんなんですよ。なんだそうなんだ。なんかね、いかにも海外の人が作ったラーメンっぽくてね、なんか生野菜みたいなの乗ってて、俺もなんか苦い思い出があるんですよ、スイスで食べたラーメンが。それはもうすごい。なんで人参刻んだものが入ってたりとかで、そういうラーメンないだろう。あるある。ありますよね。あります。やっぱスペインでもそうですか？ありますよ。なんかすごい人気のチェーン店、うどんっていう超人気のチェーン店があるんですよ。なんかこの女性は日本に4年間いたらしいんですけど、うん、まあ、私はそこに行って、なんかカツ丼を頼んだ人と、うん、私はお蕎麦を頼んだら、うんうん、お蕎麦、美味しくない、まず美味しくない、うん、で麺、お蕎麦のそのつゆはお醤油、いや、お醤油そのもの、お醤油水で溶いただけみたいなやつだ。水も入ってないと思う、あれ。で友達がもう一人ラーメン頼んだら、ね、あのカップなんだっけ、チキンラーメンみたいな四角いまんま、水のタレに入って四角いまんまほぐしてもないの、それ出てくるんですか？すごい。どう、もうびっくりじゃ、潰したいと思ったこのお店。それで潰れてないのがすごい。ないの、もう大きくなってる今でも。それをみんながそこに行って、この間ね、日本食レストラン行ったんだよ、ひろこ、なんて、美味しかったんだよって言って、どこ行ったのって言ったら、そこって言って、ああ、それね、違う違うって。
それは美味しい本当の日本食じゃないからって言って。みんなやっぱ分かってないね。すごい残念。それはじゃあいずれやりましょうか。残念だった日本食レストランの会は、ちょっと、あーね、世界中にいっぱいありそうですね。残念、残念なやつ、残念な寿司とかいっぱいありそうだけどな。うん、うん、なるほど。はい、まあでもね、ちょっとアフリね、日本あるんで、僕もちょっと試してみるかな。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、では続いてひろこさん、あなたのフォトジェ飯教えてください。はい、私はスペインといえばパエリアですね。パエリアです。いいですね、はい、うわー、来た、すごいな、うん、イッテリだらけだ。それレストランじゃないんですよ。え、うん、すっごい大きい鍋で、で、パエリアパーティーをやったんですよ、友達のうちで。その時のものです。これ見てるとパエリア食いたくなってきちゃったよ、本当に。美味しいです、美味しい、美味しい、はいはい、やった。おお、こっちは、これは野菜、私も手伝いました、我が家で、うんうん、そう、これもね、やっぱ大人12人ぐらい、子供もね、一個いっぱいいて、みんなでお野菜とお肉、鶏肉とウサギの肉も入ってたかな、うん、のパエリアです。はい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 、うん、美味しかったです、これも。どうですか、ひろこさん的にはなんかこだわりとかあるんですか、作るとき。結構スーパーなんかでもう、スープ、なんていうの、スープ出汁が売ってるんですよ、うん、パエリア用の出汁が。それを買うのはちょっと私は、まあ、好きじゃなくて、魚屋さんに行ってエビとかイカとか、はいはい、トマトとかエビとか貝とか、貝とか、ね、海鮮だし、そう、そこからやるのが私は好きですね。あえて使わないんですね、そこは、うん、使っちゃえばね、もうそれ入れて、あ、まあ、ご飯、お肉、お野菜、ご飯やってじゃーって入れればいいだけだけども、はいはい、それだと旦那さんがおいおいひろこ手を抜いちゃいけないかみたいな話にこれは市販の味じゃないのかひろこみたいなことになっちゃういやでもちょっとおかしいのは、うん、あんまりな食にその食のレベルに、うん、執着はない。そう、ただ、ただ同じものが2回、朝晩とか、うん、次の日とか、嫌な、嫌な、でもいいんだけどもアレンジして違う形にして出すっていうのね。ああ、なるほど、それはそれでめんどくさいですね。めんどくさい、うん、めんどくさい、うん、あゆみさんとかあります、そういうこと、旦那さん。でも毎日同じでも全然大丈夫。ああ、うん、優しい。昨日もこれやったから、もう今日はこれはやめとこうって言ってたら、うん、そんなん別に全然いいよっていう感じ。優しい。優しいっていうかね、こだわりがないだけ。あ、でもその方がやりやすいね。やりやすい。やりやすいっていう言い方はどうか分かる。でもそれあれですね、別に国民性っていうより旦那さんの性格ってことですよね。そうですね。うんうん、多分そうですよね。もうこればっかはねあのざっくりね、イギリス人はそうだとかスペイン人はどうだっていう個人の問題ですよね、うんうん、たまたまそういう人だっていうことです。そうなんです。まあこの辺の話も尽きなさそうだなね。まあまあいいや、ちょっとどこかでやりたいですね。ちょっとこの3人のねそれぞれあのダークサイドを掘り下げる回をやりたいですね。夫の犬間に喋ろうっていう企画やりましょう。はい、ありがとうございます。